じゃあどうもさあよしこさん、はい、まあいろいろ、まあ、野球をね語っても、うん、もうすごいのは分かってますし、スイッチヒッターで、ね、初めて3割打ったっていうのも知ってます、はい、まあ、教えてもらったんですけどね、はい、そうでしょ、はいはい、そういうとこ情報ちゃんとさ、はい、こう時間割でも、うん、ね、1日2000本ぐらい振ってたというバットをね、そうだね、うんうん、もうすごい、うんね、やっぱ尊敬に値する先輩だと、うん、いうことはあるんですけども、うん、まあ、私生活、うん、もうみんなもうバレてるのよな、吉岡さんのね、大体出てるのが間違ってないからね、うん、それでこの前最初にコラボで、うん、出ていただいた時も、うん、もう大体のことは話をされたと思うんですけどね、うんうん、ただ酒の量とかどういう飲み方をしてたのかというね、うん、まあ、例えば野球選手って浴びるように飲む人もいれば、うん、おしゃれに、うん、まあ、衣笠さんとか ね、まあ、ね、ワインを片手にとか、うんうんうん、まあ、そういう方もいらっしゃるじゃないですか、うん、吉川さんはどういう飲み方だったんですか？俺はね、現実にはやめてからの飲むよ。現役の時は俺膝壊してたから、うん、飲み屋行っても野菜ジュース飲んでたよ本当にこのなんともこうギャップが面白いですよ、可愛いですよね。ただそれで優勝の時に日本一になった時に、今の立東ってあるやん、滋賀県の立東、はいはいはい、あそこであるメーカーの社長がレギュラーをみんな呼んでくれてゴルフしたわけ今回、はい、の時にそのゴルフ場の下にいわゆるいろり端でそういうご飯食べるとこあったわけよ、はいはい、そこでみんな食べたわけよ、江夏さんとかみんなこうした衣笠さんとか、俺が一番分かったよね。その時に日本酒紅白温泉で俺調子乗ってとっくりを途中からラッパ飲みしだして、ガーッと自分でガーッて飲み出して一生以上飲んだんだろうね多分で、いや膝のことを考えてたから飲まなかったけど、うん、飲もうと思ったらやっぱり飲めるんですよ、ね、飲めるで、そこから宝塚車で移動、高速どのぐらいかかるんですか？1時間ちょっとかかるんじゃないかな、うん、もうちょっとかかるか、1時間ぐらいかかるな。その時は俺移動の車の中で窓開けて高速道路で頭出してギャロー入ってたもん、ずーっとそれで宝塚ホテル着いたら、あれ山根さんかな、先輩に両手抱えられて部屋に入ったの覚えてる。冬、あ、それは覚えてるんですか？覚えてる。だからそっから覚えてないわけよ。そしたら朝起きたらさ、男よな、やっぱな、ベッド上ないよ、中じゃないよ、はいはいはい、何にもかけてくれてないわけよ、はいはいはい、で酔ってる時いいけど、朝になったらめっちゃ寒いやつ、うん、ちょっと冷めてくるとね、うん、お酒がね、うん、俺すっぱだかないよ、うわーと思って、次の日ゴールしたけど下向いたらまたうーってなったのを覚えてるね。それが最高に飲んだ。そうだね。でも今はだったら永遠にずーっと飲んでるね俺。逆に酒好きですか？今は好きやね。一つの方が卒業したからね。それよくわからない、それちゃんと言ってくれなきゃ分かんない女性の方を卒業したんだよあ、そうなんですか、はい、いつ頃ですか卒業したの？何が？小さい時かな。違うって、長かったね、結構真面目なんだって俺。いや分かってますよ、うん、そんなことはまあ仕方ない、みんながさそういう見方をするからね、うん、だった見方もう仕方ないやん、そういう目で見られてるから。そうそうそう、だからそれをやっぱ答えなあかんやん、うん、もうそうなんですよって。え、答えるの？違うああ、だからそれを違うよっていうのめんどくさいやん、だからそうですよって答えるけど、結構真面目よ。吉子さんは例えば遠征先行って、まあ、食事行ったりとか外出るじゃないですか。出るね。どういう遊び方してたんですか？いや普通に飲み行って、はいはい、うん、飯は行かないの？飯はホテルで食べる？飯はホテルで食ってたね。お、飯外で食うことほとんどなかった。それは何ですか？行きつけなんかないんですか？飲みがメインと。ああ、なるほど、うん、じゃあ飯はもう簡単に済ましていこうと。そうだね、うん、でまあたまに知り合いがいたらそこは食ってない、飲まなくなるから。ああ、そうだね、うん、はい、でたまに飯食いに行くけど、ほとんどは飲み屋ね。まあ、東京行ったら、じゃあ、まあ、例えばどういう飲み屋ですか？まあ、最初は銀座とかさだって俺20歳で銀座デビューだから、うん、で銀座行って終わってから今度六本木のなんて言ったらいいよ、ショーパブみたいなママヒゲって知ってるやろ知ってるやろもうそんな自分は違うっていうのを顔して知ってるやろが。でもママヒエはオカマじゃないですか。ショーパブやん、うん、だからそこ行ってあそこ食事も終わったからそこでつまんでとかそういう動きだよな。それは何アフターでお姉ちゃんを連れて行ったりとかしてたんですか。なんでそこでそうでひっつけるのえ、行かないの。行くよでしょ行く確かにね。だからひっつけないいいや流れやから、ね、確かにもう分かったよアフターで来てるでしょ知ってるやんそれは。いやじゃあ言ったんだもん。吉彦さんは大体何人ぐらいで行動してたんですか。もう大体1人。え、銀座に飲みに行くのも1人1人じゃあマンツーマンなんですか。何が。いやアフターもマンツーマンやね。なんでそうやろ一人は一人や。この後ツッコみにくいな。なんで。いいはいどうぞ。いやマンツーマンやマンツーマンで何人かといた場合はいつもマンツーマンですか。いやそんなことない。あの知り合いが言ったらいつも決まってんの。は？いやいやアフターが相手が、うん、決まってないよ。そのお前ちょっといやいやまあまあいいですその時に話があったことを知り合いがいたら2対2とか女の子行きたいったら3人とかアフター行ってたよ、うん、いつもは一緒とは限らないよ、うん、なるほどね。言ったかもそうやろうが。いや僕はね東京で飲むことってほとんどないんですよ現役の時。でもママヒデだっていやあれはオカマじゃないですか。女性じゃないでしょ。うんいやだからまあ罪はない。なんでや。いやいやいやなんで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 男だけで言った。屋敷が知ってたんですよ。ああ知ってるよ。知ってるでしょ。で屋敷に最初連れてってもらったんですよ。あこれは僕は人が使ってるお店っていうのはあんまり使わなかったんです。だから屋敷の店だなと思ったからあそこから引いたんです。だからあんまり行ってないです。ママヒゲ自体は知ってるけど。でも何回か行ったろ。斉藤さんでしょ。何回か行ったろ。まあ2、3回ですか。そら一人で行ってないやろ。そりゃいけないですよ怖くて。だから女の子と行ってるやろ。いや女の子とは行ってないです。男だけで結婚が早かったんで。男だけで行ってる。男で行ってます。いや本当本当大学の同級生とかと行ってます。もううまいこと逃げるね。いやいや逃げてないです。いや記憶が定かじゃない。あちょっとこうやって逃げればいいんだね。あ、ちょっと俺記憶がないでいいよね。いやまあまあそれでまあアフターで行くでしょ。でママヒゲ行ったとして次はどうするんですか。そのアフターですよ。うんそのアフターですよ。またアフターのアフター。いや違うとこにアフターですよ。もう余分老けてますよね。だから違うとこにアフターですよ。なるほどね。違うとこそう決まってくるやない。いやでも壁が薄いホテルにカープは泊まってたでしょ。いや俺あそこでほとんど泊まったことないんだよ。そんな許せるの。うん自由だったね。まあ当時はそうかも。1週間いて2日泊まってないもんね。違うとこに泊まる。うんでマネージャーがさサイン来るわけよ。その時ベッドメイクピシッしたらよもう散らかして枕叩いて俺がいたっていう感じにして「はいサインどうぞ」サインして。まあ大体わかりますよね、まあ、本当に寝たか寝ないかっていうのは。いやでも絶対睡眠時間とすからね。逆算してこう遊んでるから必ず。まああのねまあアフター来るじゃないですか、うん、何人か来た席でまあ返す時あるじゃないですか、うん、あるね。その時ってやっぱ昔ってタクシー代渡してましたっけ。渡してですかね。渡してるですよね、うん。だって横浜なんか行ったもん。東京銀座あってじゃあ横浜行こうかっつって横浜何人か行ってベイサイドクラブってなんで行く必要があったの横浜に。横浜結構面白かったよ。あのいやだから僕は横浜知らないんですよ。横浜出てない。だって吉彦さんもそうじゃないですか。広島で飲んでたら「おい吉彦今日負けとるじゃんけど出んな」出てるから。いやすごいよなそれが。いやまあだから球団にもバレてますよね。バレた次の日行ってあの代表かなんかに呼ばれて「何ですか?」って言ったら「吉井行こう」って「オーナーのとこ電話入ったぞ」って。いやいやだから横浜で飲むとやっぱそうなんですよ。だから吉川さんが言うように「いや横浜面白いじゃないか」って言うけど度胸ないね。いや度胸とかじゃないんですよ。うるさいんですよ。俺たちもうるさかった。すっげえ文句言われたよ。まあそこら辺の度胸はいらないかなと思って。まあそれだったら東京に。ああそういうことね。で東京どこ行ってたの？まあ六本木とか。あ六本木。俺六本木派じゃないもんね。銀座派？銀座派ない。ただ銀座早く終わるからね。そうなんですよ。でその後アフターでほらママヒゲとかいろんな。ママヒゲ好きだね。ママヒゲママヒゲ言うて。あとあそこなんだっけ？マンディ。金魚とかないですか？金魚はない。金魚の下？あそうちょっと下ったとこ。金魚な。あそこのショーは抜群ですよ。もう興味ないんだああいうの。ショー？綺麗な女性の格好してる感じやろ？そうそう。でショーがあるんですよ。俺そういうの興味ないよ。ああそう。僕ねオカマがあんまり好きじゃないんですよ。ダメな。なんか嫌なんですよ。俺ほらにいや面白いですよ話をしてたら。俺新宿2丁目で名前になってるからね。モテ度でしょ。うん。マジで。それ経験あるんですか。ない。だから泳いでないほら。泳いでない。で俺全然嫌いじゃないもんね。でマンディとか。いや嫌いというよりもお酒の席で一緒にならなくてもいいんじゃないのみたいな。俺好きよ。あそう。うんすごい楽しいし。楽しいのは楽しいですよ。俺全く気にならない。六本木派。まあ派で言うとやっぱ銀座ですよ。だから吉岡さんが言うように銀座早く閉まるんで、うん、閉まるよね、うん、だから六本木かそうよねそうですねあの子ディスコかディスコやろだってマハラ東京とかあの時マハラジャの VIP ね VIP ね、うん、行ったらどうぞって入れてくれて誰か呼びますかって呼ばんでーっつってちょっとキリがないねこの話はね確かに、ね、でもあの頃面白かったよなだから面白いですよ今だったらどのくらい出るだろう写真めちゃくちゃですよだよなだって今女の子と一緒に歩いても時点になりますほんまそうだよな、うん今週のトップ10って巨人が阪神カープ、うん、ホエールズってこう12球団がトップ10がずーっと今日のトップ10はあって六本木で食べるとでもね吉岡さんパ・リーグ行ったら、うん、吉岡さんも行ったと思いますけどもっと無法地帯だったですからあまあ自由があるよねまだセ・リーグということで、うん、人目につくし、うん、顔が刺すじゃないですか、うん、そこら辺で気をつけたでしょ、まあ、少しは そうだねパ・リーグの選手は半端なかったからまあでも本当どっちか変わってだったよね野球打ったらセントラルでテレビ打つのもセントラルまあそうですねでパ・リーグ打ったらほとんど出なかったよ、うん、だから今はもう本当になんていうんですかね、うん、貧困法制というか真面目よ真面目ですすごい本当にでもさすごい給料いいやん貯蓄かなあれ貯蓄型が多い、ね、人の財布を気にするなんてな、まあ、そうですね、うん、はいでも